やあ、せつけいすけよ。絶望プリーズ。ほんまに絶望的な展開になってきましてが、この状況を打開できる、プリズンブレイクできるように、プリズンブレイクや、やっていきたいと思います。今回は、第5章を、謎の少女。いや、謎の男がおるのにさ、それにさらに謎の少女が出てこられたらさ、頭てんやわんやなるからな。フリー注ぐ血液とかいう、げつないタイトルになってるやん、もう。血液の話、なんなの？赤城か。麻雀で負けたらその分点数によって血抜かれる感じのやつなんか。そんな危ないゲーム始めるの。第5章、謎の少女。前回の章でね、オカウト部のみんながさ、どんどん離れ離れになっていって、今回の章って一人でやっていくんかな。どちらにしろ、あんなことがあっても、ドペルゲンガー大事なあかんもんな。あれから数日後。ざわざわざわ。やめろお前、ほんまに赤城みたいになってるやないか。闇に舞い降りた天才みたいな感じになってるやないか。麻雀始まるぞ、麻雀が、お前。おう。バイプッシュだ、みたいな感じになる。おはよう。もう、険悪なムードになってるもんな。マチちゃんに至っては目死んでるよ。ルイちゃんのその顔は見たくなかった。しんのすけは別にいつも通りみたいな感じになってるけど。あれから数日経ったが、俺たちの関係は壊れたままだった。みんなお互いを避け、目を合わせることすらなくなっていた。でもその数日間の間、あの謎の男がもう再び現れることはなかったやな。何なんだろう、そのあたりは。少し前まであんなに仲が良かったのに、あの頃のオカルト部はもう完全になくなっていた。まあ無理もない。あの日俺たちを襲った犯人はオカルト部のバッジをつけていた。俺たちの中に犯人がいるかもしれないんだ。追ってほしくないけどな。そしてなぜ翼くんこのために出てきたん？ねえ、信行くん。オカルト部って何かあったの？か、あ、気づいてる。え？なんか気まずいオーラが出てるっていうか。もしかして、経過でもした？うん、敏感だな、お前。流行に敏感っていうか、情勢に敏感やな。だからあんなブログが運営できるのか。まあ、いろいろとね。そっか。まあ、あまり深くは聞かないでおくよ。また何か相談があったら、気軽に言ってね。あ、ありがとう。とか言って裏で取材とかしてんじゃないの。オカルト部解散か、みたいな記事作るんじゃないだろうな、お前。ほんまに作りそうな顔しやがって、お前。ふぅふぅふぅ。はあ。またみんなと元の関係に戻りたいけど。一体、どうすれば。おい、お前、何度注意すればわかるんだ。ん？ふん、あなたに注意される筋合いはありませんわ。誰か揉めてる。あれは？ああ、だと思った。なんか出てくるメッセージの喋り方からしたら感じ、お前らかなと思っとったわ、なんか。お前ら前から出てきてるのにさ、ストーリーにまだ関わってきてないからな、そうそう出てくるんじゃないかなとは思っとった。ひよく、お前、また学園の中で演説をしてただろう。勝手に演説するのはやめろって言ったよな。そもそも勝手に演説する奴がおるとは思わんかったわ、お前。そんな奴いるのか。はぁ、演説をして何がいけないのかしら。私は学園のやり方に疑問があるから主張しているだけですわ。うん。政治の世界やないか。やってることが政治の世界やな。だからそれをやめろって言ってるんだ。ふーん。生徒会って随分偉いのね。おめえ、相変わらずめんどくさいやつだな。あらあら、随分口が悪いこと。よくそれで副会長が務まるわね。なんだと？お前、いい加減に。あの二人、なんだか険悪な感じになってきた。
さすがに止めないとまずいんじゃ。生徒会長来る？生徒会長来る？この流れ。はい、来ました。そういう流れだと思ってました。あとなんか突然俺の近くにあるスマホが鳴りました。通知が来ました。漫画アプリの通知です。興味ないです。二人ともそこまでにしなさい。え？会長。副会長、私がいない間に何をやっているんですか？記憶に演説のことを注意していて。そう。でも今あなたがやるべきことはそれなの？それはなんだお前、里見くん、もしかして会長のお使いの途中でこんなことやってたのか。お前だったらお使いの方やっていきなよ。副会長の里見くんは会長のふみさんに頭が上がらないんだな。何なの？なんか弱み握られてるの？出たぞ出たぞ、鉄の女のお出ましだ。思った、久しぶりみたいな。お前ストーリーにあんま関わってきてないくせにさ、よくちょいちょい出てくるよな。相変わらず帽子、その髪型に帽子かぶるセンス似合ってないな。重田くん、鉄の女？何それ、アイアンメイデンやないか。アイアンメイデンでないかお前。中に入れて扉閉めて針刺して拷問するやつでないかお前。中世ヨーロッパじゃないやけん。生徒会長のあだ名だよ。ロボットみたいに感情を表に出せないからそういうあだ名になったんだ。鉄の女ね。なるほど。男だったらターミネーターとかそんな感じのあだ名つけられるところだったやな。へえ。まあ俺はそういうクールな女の子も好きだけどな。なんかお前さ、あれやな、制度会長とかそういう立場の高い女の人にさ罵倒されるのが好きそうな見た目してるよな。偏見かな。このゲームのファンに怒られるかな、こんなこと言ったら。そう、清子さん、あなたにはまた後でお話があります。ええ、構いませんわ、いくらでもお付き合いしましょう。もう言い合うこと前提で話進んでる。やめてね、大乱闘スマッシュブラザーズみたいなことはやめてね。第4章で修学旅行先で起きてからね、大乱闘スマッシュブラザーズ。そろそろ時間ね。皆さん、今日はこれから全校集会が行われます。すぐに体育館へ移動してください。ざわ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 、やめて。そんなざわざわギャンブルするわけじゃないやけん。体育館に集められたからってギャンブルするわけじゃないやけん。カイジやめて。お前限定じゃんけんとかやらんからね。グーチョキパーのカードを配られんからね。はあ、なんとか警戒にならずに済んだな。それにしても生徒会と清子さんはあまりよくがなんかあまり仲が良くないみたいだ。その理由は前にも説明されたな。あなたそこで何をしているの？え、早く体育館に移動しなさい。うん。そして全生徒が体育館に集まった。静粛にしてください。それではこれから全校集会を始めます。まずは理事長先生からのお話です。あ、校長先生じゃないんじゃ、理事長なんじゃな。理事長っていう立場の先生さ、俺が通っとった学校にはおらんかったけどさ、あれってさ私立の学校にしかおらんもんなんかな、理事長先生って。俺県立やけんな、県立高校だったけんな。ごきげんよう翔くん。やめて、理事長っていうか組長なんだよな。出てきた。こんな大人にはなりたくないって言われてるもんな。この前バー行ってたところ見たからなお前。こういう全校集会のバーでみんなに言いふらしたろうかな。翔くんも気づいているだろうが、ここ最近我が学園では奇妙な事件が相次いでいる。今日はそのことについて話をしようと思う。え、もしかしてあれ？バーで話聞いたかな？もしかして。
ドッペルゲンガーの話、アブさんに。奇妙な事件か。それって今まで解決してきたドッペルゲンガーのことだよな。不可解なことが発生、頻発しているが、君たちは気にせずに日常を過ごしてほしい。学生の本分は勉強だ。学業以外のことは無意味である。わあ、それね、偏屈な先生の考え方だな。学園ものでさ、あるよね、こういう偏屈な先生がやってきて学園を支配しようとするような感じのやつに立ち向かうみたいな感じの展開あるよね、学園ものの間がたまに。まさにそんな先生やな。まあそれを実感するのは大人になってからだが、とにかく。でもね、俺学校生活で学業頑張りよったけどさ、社会での他の人との絡み方っていうのをさ、うまいこと学べてなかったせいで今社会に出て結構苦戦してるところあるからな。みんなはさ、学業ばっかじゃなくてさ、他の人との接し方っていうのもちゃんと勉強して社会に出てほしいな。社会人歴5年目の俺が言うからね。ポタ、なんか血出てきたよ。誰か鼻血出してるな。なんかエッチな妄想してるな、誰か。ん？なんだ？誰の血そもそもこれ。この赤い液体は。ないな、トマトケチャップを。あれだ、なんだじゃねえなんだじゃねえよ、あんた。え？なに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 、このナイフ。刺さったー、落ちてきたーキャー。理事長、大丈夫ですか。え、嘘だろ。あ、危ない。あと少しで、私刺さるところだった。刺さってないん。その見た目で刺さってないん。ちょっとかすめただけなんそれ。かすめただけにしてはめっちゃ血づいてますけど。刺さってないのそれ。一体誰がこんなことを。バツン、電気消えた。誰か電気をつけろ。ああ、で、電気が消えた。え、一体何が起きてるんだ。え、突然のゲリラライブが始まりそうとしている。なんだよお前。ガールズデッドモンスターか、ガルデモが始まったんかお前。ここは死後の世界じゃないんだけど。次の瞬間、体育館に音楽が大音量で鳴り響いた。え、一体何が起きてるんだ。とにかくこの音楽うるさすぎる。爆音で鳴り響く音楽は隣の音も声も聞こえないほどだった。そして数分後、音は止まった。あ、電気がついた。一体今のは。それよりもなんかすごい塗料でさ書いてるで、壁になんかやメッセージが。な、何あれ。ねえ、壁見て。え、あれは理事長、これからお前の全てを奪ってやる。お前だけは絶対に許さない。必ず殺してやる。何あれ。マジかよ、殺す気じゃねえか。怖え。あれは理事長への殺害予告。もしかしてこれってドッペルゲンガーの仕業なんじゃ。ドッペルゲンガーとは限らんけどな。なぜいきなりドッペルゲンガーで結びつけるかな、主人公。そういうゲームだからかな。いや、もしかしたら普通の生徒の犯行かもしれんね。もしかしたら違う学校の生徒かもしれんね。なんだこれは。ざわ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 、それはざわつくで、これ。そりゃ静粛に全校集会は中止とする。生徒は速やかに教室に戻るように。その後、俺たちは指示に従い教室に戻った。殺害未遂やでも。その
まあさっきはいろいろあったが、体育館には絶対に近づかないように。いいかお前ら、やじ馬なんかしようと思うなよ。怖い。怖いですね。怖いですね。これがドッペルゲンガーの事件だとすれば、俺はこの事件を調査すべきなのか。もしこのままドッペルゲンガーを退治してしまったら、今度こそ俺はあいつに殺されるかもしれない。でも逆にここでドッペルゲンガー退治をやめれば、俺の記憶はこのまま戻らないかも。しかも今は一人だからな。助けてくれる仲間はいないと言ってもいいぐらい。だったらやるしかないよな。決意を固める。そして俺は一人で事件の調査をすることにした。一人でやけんな。ほんまに絶望的な道に向かっていっとるかもしれない。探索パート調査か。調査入ります。あ、沙織先輩、あの後からどうなんすか。しんのすけとは。君はオカルト部の、どうも。しんのすけから話は聞いてるよ。しんのすけと友達になってくれてありがとう。いえ、別に。この人好みなんだよな。あ、仲良くなって、ね。仲良くなりたいな、この人ね。迷惑かけるかもだけど、これからもしんのすけのことをよろしくね。お姉さんか、お前は。しんのすけのお姉さんか、お前は。いい人だな。あ、みんな結構集まってきてるな。るいくんだ。なおゆきくん。ごめん。ちょっと私、忙しくて。そうなんだ。レイ君に目をそらされてしまった。もうこんな感じやもんな、今。こんな感じで露骨に避けられてるような感じ。あんちゃん、静香のやつ、翼みたいなクズ野郎のどこがいいんだか。え、あんさんは翼くんの本性を知っているの？まあね。私とあいつは、幼馴染なんだよ。昔からあんな感じだったんじゃ。翼くんの本性をばらしたら、みんないきなりドン引きして、近づかないでおこうってなるんだろうな。へえ、そうだったんだ。翼は昔から可愛い子にしか興味ないし、普通に人で態度を変えたりするから、マジ最低なんだよね。確かに大小時もあったな。静香ちゃん相手しちょってすごい笑顔だったのに、サナエさんから話しかけた瞬間、いきなり真顔に変わったもんな。あったわ。それは俺も見よったら、なんとなく分かってきたわ。私も昔、あいつにブスって言われたことがあって。え？アンさんが？ブスではないだろう。むしろ美人っていうか、モデル体型の。ねえ。意外。うん。まあ、昔の私は、そう言われてもしょうがないかもだけど、なんなの？めっちゃ太ってたの。で、なんでこんなことをあんたに話してんだろう。なんだろうな。お前が知らんかったら俺も知らんわ。早くどっか行ってよ。うん。あんさんには過去に何かあったみたいだな。ちょっと気になる。何かがあってここまで美人になったんやな。逆境を乗り越えたんやな。おい、お前らカップル、今週末、部活が休みなんだ。どっかデート行く？行く。静香ちゃんは知ってんかな？翼くんの本性。でもお前も本性隠してるからな。お相手なんだよな、実は。どっちもどっちなんだよな。あ、あれは？翼くんと静香さんだ。見せつけやがって、腹黒カップルめ。すごく楽しそうに話している。二人の邪魔しちゃ悪いし。ここは話しかけないでおこう。これ心の中読める機械とかあったらどんな感じなんだろうな。こう二人でキャッキャフフーで並んどるけど、心の中ではどう思っとることだろうな。気になるな。
じゃあどうしよう。あった。今回のメインの片方になりそうな人が、清子さんがおるわけですが、何かをつぶやいている。ふふふ。ざまあみろ。え？今ざまあみろって言った？あら、信之君、どうかしました？いや、清子さん、今ざまあみろって言わなかった。え？そんなこと言ってませんけど。私がそんなはしてない言葉を使うわけないじゃないですか。そっか。ざまあみろっては言ってないんだな。シロ、お前もしかしてざまあみろとか言った？シロだ。やっぱりまだ話しかけづらいな。声をかけるのはやめておくか。そしてキスケ、もう同じような感じか。元に戻まらない、疑いの気持ち、どうに戻まらない。あ、生徒会長、ふみさんだ。何か考え事してるようだ。どうしたのかな。ふみさん、ごめんなさい。私今忙しいの。忙しそうにしてないだろお前。ここにぼーっと立ち尽くして何が忙しいだお前は。話なら後にしてくれるかしら。ごめん、そっけないな。もうじゃあ面白い話聞かせろよお前、つまんねえな。どこ行けばいいんだろう。そもそも事件の調査をするんやけん、ようかけたら俺あれやな、体育館行かなあかんで、事件現場行かなあかんで。ようかけ、普通に考えればそうやな。体育館こっちなん？そもそも体育館前じゃ。あーでも先生が見張りしよんな。でもここから先は通れねえぞ。ちょっと中を見たいんですけど。ダメだ、理事長の命令で体育館には誰も入れるなって言われるからな。お願いですよ。俺って理事長先生とタメ口で話してるような関係なんですよ。だから俺が言うね、そのね、それに免じてね、見せてくださいよ。なんだったら理事長先生の弱みを教えますから。それで宮本先生が見張ってるんですか？そうだ。はあ、なんで俺がこんなこと。もうこんなことするんだったら、いっそのことこの体育館燃やしてやろうかな。やめてください先生。せっかくの休憩タイムだったのに。ああ、あれすいてえな。え、なんでもない。ほらさっさと生き返れ。くそ、とにかく宮本先生がいる限り体育館の中には入れないな。あれってタバコかな。もうまさかさ、シンナーとか言い出すなよお前。あ、これだシンナーだみたいな。やめてね先生。先生なんですからやめてね。今の話し方からすればタバコだと思うんやけど、職員室にタバコを取りに行って、はいどうぞみたいな感じで渡したらなんかあるんかもしれんな。職員室ってどこ？こっち？ここだ。ここかな、机の上あるんちゃうかな、タバコとかそういう系のやつ。あれないんかな。なにこれ、駄菓子。あれ、すいたいって駄菓子系なんて、ゼリー、ついて、ゼリーかい。ゼリーなんて。すいたいってゼリーだったじゃん、お前。ゼリー吸うっていう人、おるんかな、これ。皆さん、ゼリーって食べるって言うつもり、言い方すると思うやけどさ、吸うって言い回しする人いますか？この視聴者さんの中に。こんなに大量に食べてるなんて。ちょっとかわいい。なんかちょっとかわいい、お前。ゼリー持ってけってこと、つまり。ゼリー、タバコもあるっちゃあるんだよ、お前。あ、そういえば、さっき先生、あっす、結局タバコなんじゃ。ゼリー吸う。紛らわしいな、お前。紛らわしいわ、お前。こんな、吸うっていう言葉からさ、連想すればタバコなのにさ、その前にゼリーたくさんあるところみたいなさ。ヘビースモーカーっていうか、ヘビーゼリーヤーみたいな感じになってる。なんだそれ。もしかして、その何かってタバコのことだったのかな。だとしたら、
このタバコを使ってうまく誘導すれば先生を見計りが静かされるかも。よし、それじゃあ早速。ってあれ、これ中身が入っていないぞ。あ、中に何か入ってる。これを最後に禁煙だ。口が寂しくなったらあれを吸え。ゼリーだ。これゼリーだよ。もう洋楽だったらさ、あのボミ箱あさってゼリーで進展ありって出てさ、その上でのタバコやけんさ、じゃあそれでタバコがじゃないんだったらゼリーだよなこれ。結局ゼリーだったよお前。ヘビーゼリーヤーだったわ。そっか、タバコを吸わんようにするためにゼリー選んだみたいな感じなんじゃん。ニコレットの感覚か。ゼリーをニコレットの感覚で食うんかお前は。なるほど、先生は禁煙をしてたのか。じゃあタバコは違うみたいだ。だとすればあれって一体の正解がゼリーなんやなこれ。ん？机の中なんかあるかな。ではない。調べよったらどっかになんかあるんかな。ゼリーないん。タバコの箱はさっき見た。あれ？ないな。どっかにゼリーがあるかなと思っとったんやけど、なさそうね。ちょっとわからんな。どこかに保管しているかもしれない。保管場所をクリックできてなかったんかな、俺。なんか。ってことは多分、まあ、机であることには間違いなかったんだろうけど、あれだけ結構連打したけど、なんかタイミングよくクリック、なんかうまいことクリックできなかった。アプリ修理しないから間違いだパターン。あれ、でもそうでもないんから、わからんわ、お前。職員室のどっかに、あ、冷蔵庫じゃよう考えたら。そりゃそうか。ねえ、ゼリーも冷やした方がうまいよな。わあ、そうやな。よくよく考えてもらわず、冷蔵庫あったもんな、職員室。わあ、出た。ブツが出てきましたよ。って言い方したら薬物みたいな感じになってるけどな。宮本先生のゴミ箱にあったゼリーだ。そういえば先生、せっかくの休憩タイムだったとか言ってたな。もしかして、このゼリーを食べたかったのかな。もしや、これを持っていけば、体育館に通してくれたりしないかな。いやー、さすがにそれは、まあ、とにかく、ものは試しだ。持って行ってみよう。そして、俺は、ゼリーを持って、宮本先生の元に向かった。先生、あのこれ。はあ、またお前か。さっきも帰れっていい。おい、それは、どうしてお前がそれを持っているんだ。しめしめ、これはうまくいきそうな気がするぞ。ここで先生の冷蔵庫から盗んだって言ったらさすがに怒るよな。これ俺も好きでよく学校に持ってきてるんですよ。先生も好きなんですか。ああ中毒なくらいな。そうなんすか、そうなんすか。よかったら食べます。いいのか。今すぐにでも食べたい気分だったんだ。はい。あ、でもさすがにここで食べてたら怒られませんか。それもそうだな。理事長に怒られるとめんどくさいし。お前、俺がここを食べてくる間ちょっとここを見張っててくれるか。いいですよ、目が光る。じゃあ頼んだぞ。生徒に任せるとか、あなたの落ち度ですね。まさかこんなにもうまくいくなんて。まあとにかくこれで先生はいなくなった。戻ってくる前に早く体育館を調べよう。とりあえず理事長が立っていたステージの方から調べてみるか。はっはっはっは、来ちまったわ。これがナイフか。机にはナイフが刺さっている。大量の血に加えてナイフまで折って振ってくるなんて、かなりやばいよな。そうか、血がポタポタ出てきよったもんな。なんか知らんけど、なんだこれ。え、なにこれ。なんか布やな、燃えた。ビニール袋か。なんでこんなところにビニール袋が。それに血まみれだし、ここで血溜めとったん。ん、
この血、本物じゃない。血紅だ。それに、この袋、一部が溶けて穴が開いている。一体どうして？犯人が遠くから何かで熱を与えて破けたみたいな。俺はふと上を見上げた。あ、あれは、あ、なるほど。照明の熱でか。タイミングよく燃えるタイミングを作っとかんね。照明に同じような袋がついている。くっついている。そうか。この血紅が入った袋を照明にぶら下げて、照明の熱で穴を開け、血紅を降らせたということか。なるほど。ん？これは？机にはナイフが刺さっている。それさっき見たから。これはじゃないよね。さっき見たから、お前。よく見ると、ナイフの持ち手に何かついてるな。これはビニールの紐だ。この紐も溶けて消えているようだ。よくできとるな。またお前も見た上見て。あ、照明にもビニール袋がつけられている。なるほど。血紅と同じ要領で。ビニール紐を照明の熱で溶かしてナイフを落としたのか。うまくできとるな。それにしても、あのナイフがもう少しずれていたら、理事長に刺さっていたかもしれない。今回のドッペルゲンガーは、理事長に対して相当な恨みがありそうだな。殺人やもんな。一歩間違えればほんまに殺人になったもんな。さて他には何かあるか。証拠を確保すればそこで終わりなんかな。これもうすごいことになっとるよな。ほんまに恨みがすごかったらしい。これのことはもう終わりかな。先生どこ行ったんだろうな。どこまで吸いに行ったんだろうな。ゼリーどこ行ったんだろうな。がこうなったはいいが、この後どこ行けばいいかわからんのよな。体育館の壁がベタベタしてるのはなぜだろう。ベタベタしてたか。あ、ベタベタってこれのことか。ん？壁がベタベタしている。なんだろう、これ。え、ベタベタって血の話じゃなくて、血、え？血便利とかじゃなくて？あ、なんかある。え？これもなんか燃えた跡みたいな感じ？壁の下に、方に何かついてる。なんだこれ。おい、お前、ここは立ち入り禁止って言っただろ。うわ、まずい、先生にバレた。すいません。すぐに出ます。なーんてな、お前。キスケー。